マグロ。浅草浅草寺から歩いてすぐのところにとびきりの名店があった。お邪魔いたします。店の名前は内緒というこちら。店内には何やら独特な雰囲気が漂っている。その中で黙々と寿司を握る眼光鋭いこの男はきっとただ者ではない。すると、おや、大将、お客へ寿司を直接手渡し。こちらでも。一体なぜ。柔らかく握って中にこう空気を入れてますから、置いた瞬間にこう空気が抜けるんですよね、シャリの。シャリの中に程よく空気を含ませるため極限まで柔らかく握る。だから寿司は全て手渡し。ついた呼び名が沈む握りです。お、沈む握り。本当に沈むのか。手渡しにこだわる親方に頭を下げ、あえて硬いところに置いてみると、おお、確かに沈んだ。その絶妙な握り具合はまさに名人芸。全てのお客に手渡しするためカウンターの中で大将を大忙し。これも本当のシャリの味を知ってもらいたいがため。最強の一貫。おっと、見るからにいい霜降りマグロ。もちろん新鮮な近海物の本マグロ。さあ、どんな華麗な技を見せてくれるのかと思いきや、何やら紙で包み始めたではないか。マグロは厳重に包まれ、ヒレコの中へ。実はこの店では仕入れたマグロはすぐに使わず、低温状態で3週間ほど熟成させるという。こうして3週間寝かせたマグロはさぞかし色鮮やかにと思ったら黒ずんでいる。まさか大失敗。いやいや、そうではありません。果物とでもお肉でもそうですけど、完熟したやつが一番おいしいわけです。それと同類が言ってる。わざわざ寝かせた熟成マグロは旨味が凝縮された深い色合いに。周りの黒い部分は切り落とす。なんとももったいない。これも本当にうまいマグロを味わってもらうためという。大きいブロックから寿司として出せるのはごくわずか。なんとも贅沢なマグロ。とことん寄り分けた最上級のマグロ。うまいのは当たり前か。はい、どうぞ。これが噂の大トロ握り。最高のマグロに神業沈む握り。口の中でシャリとネタが織りなす味の共演は、これぞ江戸前芸術。その味わいを損なわぬよう手から手へ。これぞ美味なる寿司のリレー。客たちは勢いよく口へと運ぶ。ちょうどその旨味とそのシャリのそのコントラストっていうのはね、非常に手渡しだと、それがダイレクトに伝わってくるんで。浅草の隠れ名店、これを食いたきゃ何としてでも探し出せ。銀座の一等地、ここでのれんを